はい、酒好きな新潟人の石戸が始めていきたいと思います。今回は、ビール。これプレミアムビールかな。地ビールですね。インドの青鬼という、これはヨナヨナエールという、地ビールの会社が作った、お酒というか、ビールですね。アルコール度が高く、ホップをふんだんに使った、インディアペールエールは、18世紀のイギリスで、長く過酷なインドの、航海のために劣化しにくいビールとして作られました。そんなルーツを持つインドの青鬼は、驚愕の苦味と、深いコクで飲むものを虜にします。魔の味を知ってしまった、熱狂的ビールファンのためのビールです。株式会社ヤホーブルーイング長野県の軽井沢町ですね。原材料が麦芽とホップ、アルコール度数 7%。 あ、 7% か。青鬼はビール本来の旨味、豊かなコクを大切にしています。稀にビールの旨味成分による褐色の沈殿物が、を生じることがありますが、品質に問題はありません。ビールの本来の風味を楽しんでいただくため、冷暗所で保存し、お早めにご賞味ください。と書いてあります。まあ、ヨナヨナエールめっちゃうまかったからね。多分これも美味しいと思います。うん。インディアペールエール。まあ、これはイオンで確か260円ぐらいとか。ですね、新しくこちら、グラス。これはですね、プレミアムモルツのね、カオルプレミアムに、の6缶セットについてきた、ワイングラスだそうです。なぜかビールなのにワイングラスって書いてあったからね。何と思って。まあ、ワイングラスで飲めっていうことなんでしょう。香りを楽しむためにワイングラスで飲めて。驚愕の苦味って書いてあったからね。ちょっと楽しみです。乾杯。おお。あ、これあれだ。柑橘系の味がするわ。うん。柑橘系ビール。で、苦い。苦いんだけど、はあ、これすごいな。苦いんだけど、柑橘系の、爽やかさ、香りっていうのが、あるんで、そんなにこう、うん。まあ、でもすごい苦いな。あ、苦いな。うん。おー。苦い。苦いし、結構アルコール度数が高いんで、なんか、ちょっとアルコール臭というか、しますね。そんな感じの。うん。ヤホーブルーイングが発売するインドの青鬼は、インディアペールエールというスタイルでできたビール。18世紀末にロンドンの醸造家、ジョージ・ホジソン氏の手によって考案されたもので、植民地のインドで暮らすイギリス人のために作られたビールなんです。長期間に及ぶ海上輸送中に品質劣化を避けるため、通常より多くのホップが含まれ、加え、ていたことが好まれ、そのままビアスタイルとして確立したそうです。インドの青鬼は一般的なビールの2倍以上という極めて強いホップの苦味とフルーティーな香り、そして 7% という高いアルコール度数が醸し出す個性的な味わい、喉の奥がキリキリするほどの苦味の効いた辛口派ビールです。うわあ、確かに苦いな。
これは苦い。価格298円。あ、やっぱそんぐらい、300円したか。まあでもこのヤッホーブルーイングはね、まあ夜な夜なエールっていう俺が大好きなビールね。まあ、ジビールって言うんですか。まああれの会社ですね。うわ、逃げ。確かに逃げ。夜な夜なエールもうまかったよな。とにかく、うまかったっていうのは覚えてんだけど、どんな味だったかな。もうあんまり覚えてないんだけど。これはもうとにかく苦いね。もうね、口の中のね、あの上のあたりがね、この苦さのあの、なんか、飲んだ時にこうギュッと苦っていうのの香りが口の上のあたりにブワーッと、これはちょっとあれだな、度数も度数だし結構あれだ、重いわ、非常に重い、ビール的になんかどっしりと重量感がある。うわ、これはあれだわ。きつい。きついっていうか。でもね、確かにね、なんかね、苦さのね、ところに、香りがね、すごい、あの、柑橘系の香りがするんで、すごい、なんか、柑橘って感じもするね。俺、確かね、あの、大阪にいた頃に、なんだ、バイトじゃないけど、なんだ、違う、ビルのね、その、社員とかが、社員専用の、なんか、その、入り口っていうのが、こう、あって、そこの、警備員をしてたことがあるんですけど、その時に、その、スーパーじゃねえ、ビルっていうか、いわゆる大型、なんていうのかな。イオンとかみたいな、なんか、大型の、なんか、巨大な、なんていうのあれ。ショッピングモールみたいな。そこで、なんか、売ってるやつがね、売ってるビールを、安く、買えたりしたんですよ。伊勢丹的なところに。伊勢丹的なところがあって、そこのなんか、社員専用のね、もう社員しか通っちゃダメです、みたいな。関係者以外立ち入り禁止です、みたいな。そこで、そう、バイトちゃうわ。正社員でね、やってたことがあるんですけど。だから、どこだろうな。まあ、それで地ビールをね、安く買ったことが
ありましたね。うん。本来300円ぐらいの瓶のやつなんですけど、200円ぐらいで。150円か。150円ぐらいで。なんか、安くね。車販的な感じで。なぜか俺らも買えるっていう。懐かしい。まあでもね、警備員はね、すっげえ楽そうなんだけど、あれはね、やばい。俺が行った頃、いた時は、警備員プラス、なんか業者の、なんだろうな。トラックの、まあ、品物とかの仕入れっていうか、入庫する部分の、受付みたいなのもやってたんで、なんかね、オーライオーライみたいな。で、感じでこうやって、で、誰が来たかとかこう、受付して、こう書いたりして、なんかやってたんですけど。まあ、それに加えて、立証警備みたいな。立ってこう、見るみたいな。その社員だけの入り口に、その別な客みたいなのが来ないかとか。で、あと持ち物検査とか。やってたんですけど、もう一日がね、まあ夜勤ではないか。日勤だったんだけど、とにかく夜勤ぐらいまでやってて、夜勤もやってたから、いわゆる、その会社のその、ビルの中で、寝泊まりとかして、たんですよ。うん。でもね、一日が本当に長い。もう立ってるだけなんだよ。ほとんど。で、配置場所がいくつかあって、で、そこをこう、じーっと立って。で、閉館するときに、確認。真っ暗な伊勢丹的な感じの、ね、あの中を、ほら、地下から、こう、10階ぐらいまで、でかいやつだと、あるでしょ。だからそこを、もうめっちゃ回るんですよ。もう広いから、こう、ライト持って。ね、こっちに、なんかこう、マクドナルドとか中にさ、あったりとか、あとなんかほら、なんか高級ななんかさ、食べ物屋みたいなのとか、刺身屋とかもあったりさ、なんか明太子屋みたいなのとか、なんかいろいろあるじゃん、お土産とかさ。ああいうものを、もう全部こう見回って、んで、もうその、うん。で、見回ったり、うん。まあ、そんな感じでしたね。うん。唯一の楽しみだったのが、昼の飯がね、すっげえ腹減るんで、昼飯が車販みたいな感じで、いろんな、会社の、店の人とかの、もういっぱい来るんですよ。で、一緒に、まあ、食堂みたいなとこに集まって、食べるんですけど、それをなんか、おかわり自由みたいな感じだったんで、
むちゃくちゃ食ってたな。もうそれはもうね、きつい。もう大体さ、人がさ、もう、結局職員ですよ。社員っていうか、その、伊勢丹とかの、その店の中にいっぱい店があるわけでしょ。それの社員が、ぐわーって入ってくるんで、もう、それの受付みたいな、こう、なんか、やるんですよ。どう見ても、あれ、人手が足りない。人が多すぎるって。来る人間が。人間が多すぎて。で、大体受付だから、もう何でもなんか、あれやってこれやってみたいな。あれはどこ、なんか、こういろいろ聞いてくるわけですよ。知らんぞ。便利屋じゃねえぞ。って感じ。うん。結局やめたんですけどね。あれは大変だったな。立証警備とかマジで。とにかく時間が長い。割とさ、こうやることがあるんだったらいいですよ。やることもねえのにさ、ぼーっと突っ立ってるだけでさ。ね。マジで時間が本当に。長くて長くて。しかも夜勤とかもあるし。さあ。もう、あれですよ。眠くて、簡素なさ、ベッドみたいなのでさ、休むんだけどさ。で、夜中3時ぐらいに起こされて。で、こう、着替えて。行くんですけど。ほとんどおっさんばっかだったな、あれな。で、あとほら、電子機器管理みたいな、なんか、すげえコンピューターとかですげえ制御されてるんですよ。いろいろロックとか、ドアロックとか、何階のドアとかの、何階とか何とか階のドアロックみたいな、そういう制御コンピューター室みたいなのもあって、そこでも、こう、いろいろね、作業とかしなきゃいけなくて、覚えることが多くて、立証警備も結局その、あと、夜中のその見回りみたいなのも、全部は、ルートとかも把握しなきゃいけないし、ほんと一階、地下何階から、地上何階まであるんだ ?5、6階ぐらいまであって、そんなん、覚えらんねえよ、みたいな。しかも、店の名前とかもさ、ここの、店の、ここはなんか、どうたらこうたらするとかさ、もう知らんわって。なにそれって。店くっさるほどあるのにさ、それのさ、なんか店のさ、なんか、手伝いみたいなのもさ、任されてさ、知るかっつ話が。で、その社員にそのなるために、まあ、なんか試験みたいなの受けるんですけど、なんかその、ね、まあ、いわゆるなんか、警備員の、になるための。でも、それはね、すげえ楽だった。ただ聞いてるだけ。ただし、寝ちゃダメだ。3時間ぐらい、延々と机に座ってなんか聞くんですよ。なんか言ってるから。それ聞くんだけど。いいか、お前それ絶対寝るなよ。寝たらもう落ちたと思え。言われて、本当にクソ眠くて、まあそういう、それだけでした。
あの、メントスとか持って、メントスちゃうわ。なんだっけ。あの、なんか、スースーするやつ。あれ持ってこう食いながら、あの、臨んでましたね。俺と一緒に入った、あの、ちょっと太った男の子がいたんですけど、あの子どうしてるかな。俺はとってもじゃないけど、あんな覚えること多すぎて、絶対無理だわ。確実に無理。警備員っていろいろなんか、大変だなと思いましたよ。本当に。あ、あと大阪のね、あのね、大阪駅とかも行ってたな。大阪駅の、あれ大阪駅だったかな？違う、大阪駅じゃないな。どこだったかや。どこだったか、大阪の近くの駅の、その結局駅とこう繋がってるんですよね。そう、伊勢丹的な何かがね。あれなんだっけな、あれな。あれ伊勢丹じゃねえんだよな。あ、伊勢丹だったかな。まあ、なんか繋がってて、駅とこう、割と直結してる感じのとこで、結局駅の、その、隣接してる部分も、あの、戸締まりとか、結局24時間営業じゃないから、それの戸締まりとかも確認しなきゃいけないです、全部。恐ろしいぞ、あれ。本当恐ろしいよ。あの、覚えられるわけねえじゃん。何十個もあるんだよ、あれ、入り口が。駅からさ、行ける入り口とかもあるし、そこのシャッターを全部閉まってるか確認するんだけど、はい、これ行ったら次あっち行って、って、ずっとこう歩いてさ、ね、こう、懐中電灯みたいなの持って、で、あの、夜中ですよ。夜11時ぐらいか12時ぐらいか。もし閉店時間だからね。閉店時間そんぐらいにさ、こう言ってさ。普通に考えてみ、夜11時、12時にさ、こんな警備員でさ、こう、行くんですよ。二人がかりぐらいで見回るんだけど。もう、それでもまあ、なんかあの、そこら辺にはさ、あの、ガキっていうかさ、あの、ヤンキーみたいなやつとかもいるしさ、結構あの、大阪だから賑わってんだよ。夜中でも。結構人がいるんだわ。で、そういうなんか、そこら辺に飲んだくれて、あの、寝てるような奴らとかもいて、それを知る目にこう、俺らは、仕事ですよ。きつかった、あれは。まあでも、うん、まあきつかったね。とにかく覚えることが多すぎた。あんなの。出口、入り口把握して、そこ全部ルートで通らなきゃいけないんですよ。で、何分、まあ結局時間、ね、あるわけだから、何時までにこれを終わらせて、見回りを終わらせて、みたいな。で、当然のごとく、その、伊勢丹の中にも、腐るほどあるわけですよ。その、出入り口が。それ全部見回るの。はぁ、なんですけど。あれは本当に、あれ、やべえ。あの、警備員舐めたらあかんよ、あれ。本当に。あの、土方警備員とかもやったことあるんですけど、ぶっちゃけた話。土方の方がまあ楽だわ。覚えることほぼねえもん、土方。土方のあの、いわゆる、なんか、あの、立証警備みたいな。あれ、ほぼ覚えることなし。天と地との差があるわ、あれ。
本当にあのね、伊勢丹のね、あの警備とか、ね、気違いの領域。あの、工事現場とかの、あれはすっげえ楽なんだよ。すっげえ楽っていうか、いや、楽でもないんだけどさ。ただ、どう見ても、その伊勢丹の警備員と、もう、あの、天と地との差がある、覚える量に。しかも、昼は、やることないからずっと立証でしょ？で、こう、ぼーっとしてんだよ。でも、ぼーっとしながらも、こう、しっかりこう、腕をこう、後ろに組んで、ピシッとしてなきゃいけないから、ね。で、それが、クレーマーがいるんですよ。だらーっとしてると、なんかね、クレーム入れるババアがいるんさ。で、それで、こう、言われたりするから、ピシッとしなきゃいけないわけです。ね？で、時間がとにかく長いでしょ、昼は。長い。で、夜の警備だと、もうすっごい覚えることが多すぎて、ついていけない。あれ、俺みたいな低能には無理だ。絶対無理。でね、土方警備もやったことあるんですけど。ただね、あれはあれでね、ずっと暇だから。逆に言うと。面白くもなんともない。あれは。仕事してる実感がないね。だから、一番暇なのが、楽って人はいいんだよ。別に。ただ俺楽じゃない人間だからね。割と忙しいっていうこともないけど、忙しい方がまだ、嬉しい。結構なんか、俺今の仕事もあれなんですけど、なんかやってないと、なんかこう自分がこう、耐えられないんだよね。なんかこう、じーとしてボケーとしてると、なんか、何かに、誰かに何かを言われそうで、とにかくなんかやってようっていう感じで仕事してるんで。だから、うん。ボケーっとしてるのは本当につまんないし、時間も長いしね。アホみたいだし、なんか。やってられんよ。一日がね、もう今のね、今の俺の仕事、今の仕事すっげーね、時間早い。うん。倍ぐらいに感じるわ。倍ぐらい早いよ。本当に。まあちょっと腰は痛いけどね。まあ別に。まあ、冬になると腰が痛いんだよな。本当に重いものを持ったりするから。持ったりっていうか、動かしたりするんで。まあ今の仕事100キロぐらいの、やつを、動かしたりするんで、腰がね、引っ張ったりするんですよ。100キロぐらいのやつ。転がしたりするんですけど。そこで、ピキーンと腰がね、以前ね、ピキーンと来てね、ぎっくり腰にね、なりかけてね、やばかったことあります。けど今の仕事は楽でいい。楽でいいっていうか。ああ、楽でいい。結構それなりにやることもあるし、結構、息抜けるし、で、まあ、それなりにまあ、陰険な人間はいないし、うん。まあいいですけどね。でも、先ほどの、に話した、土方の警備はですね、辛いところは、あれは、辛いですよ。俺夏だったから、まあいいかもしんない、わかんないけど。俺がやったのが夏だったんです。バイトだったんでね。すごいぜー。土方警備ってあれ、真夏でもね、大阪の夏ですよ。35度ぐらいの夏。
にね、長袖長ズボンなんです。で、帽子かぶって、で、まあ、するわけですよね。でね、どんなところをするかっていうと、俺がやったのは、車で、いわゆる事故車両とかがあった場合の、高速道路で事故がありましたって、それをこう聞きつけて、こう、ピューンって行くんですけど、カラーコーンみたいなのをこう、走行しながら後ろに、の荷台に乗ってこう、ポン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 って置いていくんです。置いてって、で、あと発煙筒を撒いて、結局ほら、高速道路だから、ね。二次災害になると悪いでしょ。だからそれポイって投げて、こうね、ポン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 ってこう、コーンを置いていくんです。そんで、こう、誘導して、道を作って、で、その前に、その事故車両の前ですね。に、突っ込まないように、こう、棒を振るんです。こうやって振りながら。真夜中とか。真夜中。真夜中に、こう棒を振るんですけど。まあ、真っ昼間でも振ってますけど。振ってましたけど。まあ、その、あれもはもう、まあ、夜勤あり、の仕事だったんですが。で、もう会社に着いても、家帰らずにそこで泊まって、次の日の仕事に、備えたり。結局、夜勤の次に日勤とかがあるんだよ。まあ、俺がバイトだったからかわかんないけど。もう、夜中2時ぐらいに仕事終わるでしょ。で、次の日の、次の日っていうか、その日の8時ぐらいに仕事なんだよ。朝8時ぐらい。だから、もう家帰っても、もう特にあれだし、無駄だから、その会社で、ね、泊まって、そこら辺でコンビニで飯食って、みたいな感じですよ。本当に、だから、疲れがもう、取れねえよね。でね、一番きついなと思ったのが、その仕事できついなと思ったのが、土砂降りの雨の中に、雨の中、高速道路で、真夏に、びっちゃびちゃになりながらこう、振ってたことです。もうパンツまでびっしょびしょ、ぐっしょぐしょで、で、それを、3時間ぐらい続けて、で、しかも高速道路って、危険なんで、まあ、いつ車が突っ込んできてもいいように、移動する際に、警備員が移動する際に、絶対、前を、向いて歩くっていうか、来る車両の、に背中を向けるなって。こう常にこうバックしながらこう行く。バックしながらっていうか、こうチラチラこう見ながら行くみたいな感じで、教わりましたけどね。本当に危ないね。むちゃくちゃなやつだとかが、アホみたいに飛ばす中でね、その近くでこう振ってるわけですから、まあ結構危ない。そんなが土砂降りでさ、あれは本当に地獄じゃないけど、なんか何か俺の中でなんかおかしくなったよ、ね、な何かがね。何かがおかしくなったよね。あれすごかったなぁ、ほんとに。俺なんでこんなことやってんだろうなって。びっちゃびちゃになってさ、車で移動するんだけど、3時間ぐらいそれやって、車乗って移動して、
みたいな。もうとりあえずクソ暑いから、水を忘れてくると、もうお渡し式なんですけど、2リッターぐらいのペットボトル持って、凍らせて、持ってって、で、やってましたね。飲みながら。車で移動する際に飲んで。きつかったなぁ、あれは。ほんと今で、今のあれは、ほんとにあれ、底辺のあれは、あれだ、仕事だ。まあでも時給は良かったんじゃないかな。でも時給良かったっつってもあれだぜ。あの仕事量で、あの時給じゃちょっと割に合わねえ。割に合わねえかな。だから今の仕事が多分一番あれ個人的にいいわ。割と楽だし。うん。まあ確かにその頃の、やつよか明らかに、まあ、少ないけど、仕事量的な感じで考えれば、まあ、うん。あんなこと毎日続けたら死んでますよ、本当に。絶対脱水症状でぶっ倒れてるわ。しかも大阪だぜ。大阪のクソ暑い中で、しかもアスファルトの上でですよ。40度超えますよ。あれは。冗談じゃない。しかも長袖長ズボンだぜ。何を考えてんだよ、あれは。あの会社は何を考えているんだ。ふざけんなよ。長袖長ズボンで大阪でお前、アスファルトの上で高速道路で、はぁですよね。ほんとに。冗談じゃねえよ。殺す気かっつの話。ほんとに。あの時に比べればほんと今は天国だわ。あれでだってお前、月収があれ、まあ、20万ぐらいだったもんな。月収20万ぐらいで、まあ、所詮バイトだからね。月収20万って言ってもあれだぞ。本当にひどいよね。まあ、俺の、まあ、ぶっちゃけた話、俺の今の兄貴が、今日夜勤なんですよ。今日夜勤に行ってるんで、時刻が、1時20分なんですけど、夜中のね、まあ今日夜勤なんで、明日の、昼前に帰ってくるんですけど。で、帰ってきて、1日休みっていうか、11時ぐらいに帰ってくるんですよ。で、その日はもう休みなんですよ。夜勤の次の日はもうその日は休みみたいです。プラス次の日も休みなんですよ。どんだけいいんだよ。介護の仕事ですけどね。介護の仕事ですけど。11時に朝の、で昼11時ぐらいに帰ってきて、その日は丸々休みで、次の日も休みなんですよ。すげえよくねって。思うんだよ。で、なんか、介護って安いっていう、賃金が安いとかって言うでしょ。そりゃ安いわって。そりゃ安いよって。だってお前、夜勤の次の日休みの上に、その日も休みなんじゃんって。それは安いわって。むしろそれで高かったら、どんだけだよ。俺なんて、バイトで、他にもありましたけど、
夜中3時ぐらいまで仕事して、次の日8時に仕事ってどういうことやねん。おかしいだろ。絶対。あとプラス、日勤8時に、8時から仕事して5時ぐらいに終わるでしょ。これ普通の日勤じゃないですか。で、そっから8時ぐらいから仕事なんだよ。夜8時ぐらいからその日の。3時間しか休憩ねえじゃんって。3時間の次、だって日勤終わったら次夜勤とかわけわからんでしょ。どんだけなんだよ。で、まあ、日勤終わって次夜勤で、それ夜勤終わって3時ぐらいに終わるんですけど、まあ、休みっていうのは、たった、まあ、24時間程度。24時間、3時に終わって、その日は休みなんです。で、まあ、次の日から仕事なんですよ。だから、兄貴の、やつみたいに、その日休み、プラス次の日も休みっていうのはないんです。だから、すげえ楽だなと思いますね。本当に労働基準法完全に無視してるからな。で、あと、2週間休みがなかったりとかありましたからね。夜勤の休みを抜きで、夜勤の次の日はもう、次の日っていうか、その日は休みなのは当たり前なんですけど、その、休みを除いて、2週間の休みがね、一切なかったことがあってね。で、俺がね、ジムの人にね、言ったらですね、なんとですね、あ、なかったっけ、あ、忘れてたって言われましたね。なんじゃそりゃ。俺言わなかったらずっと忘れてたのか、お前。どんだけだよ。どんだけ出へんだよ、と思って。もうやめましたね、そこは。あ、これダメだ、と思って。完全にやばい、と思って。日勤プラス夜勤のダブルパンチ及び、夜勤プラス日勤のあれだから、夜勤の後日勤とか、もうわけわかんねえよ。どうなってんだよ、1日24時間しかないのに、お前何時間働いてんだよって。いう話よ。しかもバイトだぜ。社員じゃねえよ。バイトだよ。ハローワークで応募したバイトですよ。いわゆる。完全にバイトですよ。もうふざけんなよ。クソ会社ね。本当に辞めてよかった。あんなとこずっと続けたら本当に。しかも大阪だからね、結構柄の悪い人が結構多かったっすね。会社の、まあ、みんな男でした。まあ、ジムの人は女だったけど、おばはんでしたね。おばはん二人に、おばはん、まあ、その会社ちっちゃかったんで、ちっちゃかったっていうか、うん、ちっちゃかったんでね。まあ、人もいなかったんで。まあ、35ぐらいのおっさんばっかりでしたね。まあ、ということで、結構長かったな、今日な。今日ちょっとあれだわ。なかなか盛り上がった。久々にちょっと昔のことを振り返った。いやー、懐かしいね。よう俺あんな仕事やってたなって思いましたよ。バカバカしい。まあ皆さんもね、ちょっと労働基準法を考えた方がいいです。たまにね、わけわからんことになるんで。たまに本当に自分がね、これで普通なんじゃないかって思うパターンがね、ありますからね。俺これちょっとインドの青にそんなにあれだわ。あんまり好きじゃない。あんまり好きじゃない、これは。なんか、どっしり重すぎる、ちょっと。味が。5153です。ご視聴ありがとうございました。